させられました。被告人がいないとこで、本人がいないとこで、そんなのありますか。その何の反応裁判もしないで判決を出すのはおかしいじゃないかということをですね、強く主張しました。そしたら黙らないたら退廷させるということで、それについても抗議をしてたらですね、いきなり判決の前に退廷させられました。私はもう本当にもう被告がいないのにそこで判決を読み上げるなんてこと自体がもう裁判とは言えないというふうに非常に腹立つわけですけれども、一体どんな内容で言うんだろうかと思って一応聞いてました。本当にひどいです。全て意見書も証拠書も全部却下してますから、分かってたことですけれども、要するに原判決に誤りはない、事実誤認はない、威力を用いた、そういうことを繰り返し検察側の主張のみを言ってました。法앞에서는만인이평등해야한다라는것이민주주의의법정이어야되지않겠습니까。今日法廷を傍聴して、日本には人権も民主主義がないということをはっきり知りました。일본은앞으로단한발자국도민주주의진전이없을거라생각합니다。皆さん一緒に正義をもう一度打ち立て直しましょう。東京高裁の不当判決は許されません。